私の生前の頃の名前は比企の弥生姫。生前の頃の私はただ生きることに必死だった一人の平民に過ぎなかった。両親は私が幼いうちに亡くなった。周りの大人も自分たちの生活がいっぱいいっぱいで私なんか相手している余裕なんてなかった。でもそんな私にも一人の姉がいた。私が小さい頃からずっと助けてくれて、お互い支え合いながらなんとか生きてきた。そんな姉も角村周辺で権力も持つ貴族、比企家に嫁ぐことになった。私は自分のことのように喜んだわ。そして前置きはここまでで、ここからが私のお話。はぁ、今日も結構冷え込んでるなぁ。畑仕事もしておかないといけないし、姉上が心配しないようにしっかりやらないと。はぁ、また雪が積もってるよー。面倒なんだよな、これを全部きれいに戻すの。それをちゃんとするって約束したのでしょう。姉上、なんで、比企家に嫁いだんじゃ。弥生を迎えに来たのよ、比企家に迎え入れるためにね。私が比企家。と言っても分家側になるから私の本家とは同じ立場にはならないらしいけど。いえいえ、分家でも十分ですよ。少しでも姉上のおそばにいられるならどんな立場でも。一応元帥様に言ってよかった。私のたった一人の家族だから比企家に受け入れてほしいってわがままを言ったら、笑顔で了承してくださったのよ。姉上、本当にありがとうございます。私、姉上のために一生懸命比企家でも頑張ります。それでは今から向かいましょう。元帥様に早速挨拶しておかないと。わかりました。それじゃあ使用人に待ってもらってるから早速行きましょう。最初はびっくりしたわ。嫁いだはずの姉上が私の前に現れたこともそうだけど。何もない私が比企家に迎え入れられるとは思っていなかったから。大きい、それにすごく立派な建物。ここは神殿だけだけど、本殿はもっと大きいわ。あ、元帥様。おお、美代姫ではないか、用件は済んだのか。はい、この子が、私のただ一人の家族で妹の弥生です。お初めにかかります。私、弥生と申します。緊張するでない、これからは我の義理の妹でもあるのだ。我が義理の妹に不憫な生活などさせては比企の名に傷がつくというもの。と言っても美代姫に言われるまで気づかなかったのも事実、それに関しては許しておくれ。いえ、こんな私を比企家に入れてくださるだけでも光栄です。それでは弥生を自室まで案内しますね、元帥様。ああ、弥生。はい。自室の案内が終わったら美代姫と共に我の元に来るがよい。はい。では、失礼します、元帥様。さて、どれほどのものか。ここがあなたの部屋よ。広い、それに眺めもすごく綺麗。世の中にはこんな風景があるなんて。よかった、気に入ってもらえて。弥生、おそらくだけど今から元帥様から仕事の割り振りを言い渡されると思う。畑仕事なら問題ないよ。もう平民じゃないんだから、武士よ、武士。武士、私が。でも武士は強くないと意味がないから、多分それを見定めようとしていると思うわ。大丈夫かなぁ。大丈夫、弥生なら心配すらしていませんよ。それでは元帥様をお待たせするのもあれですし、そろそろ向かいましょうか。いきなり大変そうだなぁ。比企本殿には慣れたか、弥生。いえ、すべてが新鮮で、落ち着きません。大丈夫よ、弥生、まだ私もここには慣れてないから。ふむ、姉妹揃ってまだ平民癖が治らぬようだな、致し方ないのは理解しているのだが。はい、早くこの環境に慣れ、元帥様、姉上様のお力になれるように努力いたします。そうか、その考えは素直に嬉しい。ならば、弥生に身分を与えよう。身分ですか？ああ、弥生には今後、この国の武士として、活動してもらおうと考えておるのだ。私が武士ですか？ですが私にそんなお力は。しげぞう。お呼びでしょうか、元帥様。ああ、新入りが入った、実力のほどを我に見せてはくれぬか。了解しました。そち、名は何という？弥生と言います。正式名は比企の弥生姫だ。我が妻の妹であり、我の妹でもある。大事に扱うのだぞ。美代姫様のご家族の方でしたか。ですが武士とは傷を負うもの、保証はできかねます。そこに関しては問わぬ。早速だが、弥生の実力を見たいのだが。かしこまりました。それでは弥生殿、早速お庭に。はい。頑張りなさい、弥生。弥生殿、武器はどうしたのだ？私、刀は使えなくて。
刀が使えない、それでは武士遺伝の問題ではないか。ですが、その代わりにこれなら扱えます。かま、それにしては随分大きいな。私は力が弱いので、武器を大きくすることで、威力を出せるようにしております。武器を大きくしたら逆に動きが遅くなるから効率が悪いんだがな。そこは素人の考え、後々正していけばいいか。ほう、弥生はあの大きな釜を扱うのか。はい、小さい頃からずっと使っております。だが、あのような大きい釜では隙が生まれてしまうのではないだろうか。見ていただけたらわかりますよ。なぜ私が、弥生の心配をしていないか。早速始めようか、隙に打ち込んでこい。はい、では早速。行きますよ。釜を回し出した。投げた。うお。なんだ、今の動きは。いいのですか、武器、ありませんよ。手に乗るなよ、小娘。小賢しい。これで武器なし、終わりですね。驚いた。相変わらず釜さばきがすごいわね。ミオ姫は知っていたのか。はい、私たちの村は野生の動物が畑を狙ってくることが多く、それを撃退するためにあそこまで実力を身につけたんですよ。なるほど、相手が獣ゆえに読みなど存在しない野生の戦い方というわけか。ただ仕留めるだけに特化した戦術、気に入ったぞ。言ったでしょう、弥生の心配なんてしていないって。ああ、そうだな、湿気の武士の中では別格で挑戦だ。よし、実力は分かった、勝負を終わらせよう。勝負ありだ。ふふ、さすがは私の妹ね、姉として鼻が高いわ。さすが弥生ね、人相手でもあそこまで圧倒するとは思わなかったわ。人の方が弱いです。だって次何をするか、手に取るようにわかるんです。あの時、相手は間違いなく刀をまっすぐに突っ込んでくるとわかりましたしね。行動前の動作を読んだのね。弥生の観察力はやっぱり高いわ。元帥様も言ってたわ、四季家の武士の中では頂点だって。ねえ、姉上も元帥様も褒めすぎですよ。私褒められるのは慣れてないんですからね。ふふ、でもよかった。弥生を四季家に招いたけど、弥生のできることがなかったらどうしようって心配していたの。姉上の望み通りになったのならよかったです。弥生はいるか？はい。さっきは素晴らしいものを見させてもらった。恐縮です。シゲゾウを我の持つ武士の中では一番腕が立つものだったのだが、ああもう一瞬にして、シゲゾウの刀を奪ってみせるとは想像もしなかった。もう、みんなしてあんまり褒めないでよ。あの腕と我が妻と我の妹ということで、これからは四季家武士隊長を任命する。いきなり長ですか、元帥様。ああ、補佐には玄人の武士たちがいるのだ、何を心配する。いえ、ですが、荷が重すぎるのでは。初めから慣れておけば後々気にもならんさ。では明日、武士殿で挨拶参りと行こうか。かしこまりました。では、ミオ姫、弥生は新たな環境に慣れていないため、ここ数日はそばにいてあげるといい。心遣い感謝いたします。うむ、では弥生、明日から期待しておるぞ。嘘、私が武士長。
ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。